はい、アシュラルザー製品販売店の泉と申します。普段はこういった限定品のワールドサンズ製品や、えー、アシュラルザー製品や、えー、ガンゾー製品を販売しております。あと、定番品のワールドサンズの販売しております。ワールドサンズのいいところっていうのは、皮、まあの質の良さと、えー、製造スキルがいいことと、あと、なんだ、堅牢さと、と限定品の良さだと思いますね。まあ、こちらは、えー、ワールドサンズのタングって言いますね。 また機能で使いやすいコインケースですね。後ろに、えー、とカードケースが一つあって、手前に、手前じゃないわ。えっ、ー、と、まあ、内部は仕切りがあって奥にクレジットカードを入れることができまして、まあ、手前にコインが入りますね、まあ。手前にはクリカー入らないので奥に、まあ、入れて、まあ、手前にはコインを入れるのが多いと思いますね。まあ、こちらは、えっ、ー、と、革がたくさん、いろんな革を使っておりますね。まずはアンドバッククロコっていうのとこちらブ ブッテロなんですかね。質感、触った感じがブッテロなんで多分ブッテロだと思いますね。まあ、これはサドルっぽいですけど、まあ、ブッテロの片押しいかもしれないですよね。後ろにハッチグレインっていう、まあ、幻の皮って言われるのを使ってて、こちらがクリスペルカーフっていう、まあ、すごくドイツでは、まあいうまあ、世界的に有名なんですけど、まあ、ドイツの革ですね。きめ細かくて、触り心地が良くて、 いい皮ですよね細かい脂肪があるんですよね脂肪っていう凹凸があるんですよね、まあ、張りもあってかなりいいですよねつやつやで皮の質の良さがうかがえますねすごく滑らかでずっと触っていたくなるような、えー、触り心地ですねカフ、まあ、えーえー、っとカーフっていうのは、まあ、格子を意味し,すい意味し,め意味しますね まあ、成人よりもやっぱ格子の方が柔らかくて、やっぱり、えっと、腹触り良くなりますね。クリスペルカーフって言います。でこちらがハッチグラインですね。なんか、ロシアかどっかの川で、もともとは。で、なんか海底にん沈んでて、作り方が。それをなんか引き上げて、なんかー、シェルコード板で有名な法院が、なんかそれを見ながら、あの、現像したようですね。まあ、あんまり、 食感はなんか、うん、片押しの、なんだっけあれ、えっと、プってみたいな感じで、サラサラしてる感じですよね。まあ、本当にハぐチグレーンかどうかちょっと忘れてましたけど、確か八ぐらグレーンだったと思いますね。うん、で、えっと、まあ、プっては、まあ人気な香りですよね。まあ、りがあって、まあ、サラサラしてて和紙みたいな質感ですね。 脂がたくさん含まれてますんで、まあ、これも艶がつやがだんだんと増えていきますよねまあえっとこれがヌバッククロコって言って脂、まあ、がたくさん含んだクロコですよねですごくしっとりした感じですねでまあやっぱりたくさん油が含まれてますんでえっとまああのつやつやに仕上がると思いますねクロコあは、まあ、あのヌバック化しなくても、まあ、ギラギラしちゃ がが出るのが特徴ですよねあとまあ引き先とかにも強くてすごく革製品にするのがいいかと思いますねすごく長期的に使えると思いますでこっちもぶってろかなこの感じだとえっとマチべべもぶってるだと思いますね、まあ、ここもサドルかぶってるかわからないですけどまあ触った感じぶってるなんですよね張り、まあ、があって全体的にはかなりいい仕上がりだと思いますね、まあ、色合いも落ち着いてて素晴らしいと思います 普段はこういった革製品をラックもアメリカリベースなので販売しております。あとヤフオコもですね。で、まあ、私はアスラノレザーの正規販売店なので、パターンオーダーの受注も毎日行っております。えっ、ー、と、フルシェリコードンで、えアマレットとか、バイオレットとか、マーブル系とか、日本でほとんど未リウしていないシェリコードンを使うことができます。あと、えー、とサンプルの色も増やすことができます。 ご、ご興味がありましたら、お問い合わせいただければと思います。